今川の野望、自慢の騎馬隊で潰させてもらうよ。進軍開始。 武田と上杉に包囲されたか。吉本様、長篠城が危のうござる。家康殿、安心するの。マロには秘策があるの。武田は本体を攻めるのです。では、 私たちは長篠城をいただきましょう。進軍開始。おお、さすがは今川軍。じゃが、まだまだ行くよ。敵増援。最強武田騎馬軍団の戦、 今川の打ち手に自走戦。ごめんなさい。ノー、マロと蹴鞠がしたいのか。ノー、やり遂げます。吉本様と氏真様に気を止めつつ、 己の身も守らねばならぬ厳しき戦よ。家康殿、この武骨なまりを景勝殿に届けるの。 承知いたしました。影勝殿ならばきっと分かってくれるの。いやいや、だから吉本様、マリは謙信公、信玄公につき返されたばかり。分かりました。早速手配いたす。そんなリスのような目で見ないでくだされ。 吉本様のため、 負けられぬのだ。 Yeah.
伝えください。承知いたしました。雪村は立派なもののふであった。思いは自らが伝えるもの。伝えたくば私を倒しなさい、雪村。姉上。ならば全力で参ります。そろそろ秘策の頃合いかの。マロとケマロの開門。答えん。開門。やってみせる。暇かもやりますな。密かに吉本方に近づき撃たせてもらいますか。敵増援。おっと、大前後ですか。どうしてもらえませんかね。交戦中。心
りなき心静かに。思いを力に。足元を救われたか。負け戦もまた闘争の美酒。剣心がやられちゃった。こりゃ締めてかからんとね。いけたけん。進軍開始。ことが噂のナオトラちゃんかの。え、私噂になってるんでしょうか。恥ずかしい。すみません。わしもトラと呼ばれておるよ。ごめんなさい。トラ同士噛みつき合っちゃおうかね。妙義に見とれちゃったよ。この勝利まだ半ばといったところ。剣心殿と信玄殿にマロの真意を解かねばの。わしにすら真意は届いておらぬのに、武田上杉に義元様の心が伝わるとは思えぬ。